どうもゆうやです。というわけで今回は8月に購入して感動した個人的におすすめな美容品3選という話をしていきます。皆さん、いい美容品に巡り合ってますか？僕自身ね、いろんなものを試すんですよ。試すんですけれども、なかなか巡り合わない。正直、使ってみて、うわ、これあんまり良くないな、もう使わないな、みたいな感じでお蔵入りになるやつが多かったり、まあ、使わないっていうことをネタにして動画にしようかなとか、まあそういう風になったりするんですが、いずれにしても淘汰されていくんですね。っていう中で、今回はですね、8月使ってみて、これ万人におすすめできるぞっていうやつが3つあったんですね。これをご紹介していきます。特にこれから夏が終わって秋冬になりますよね。ってなってくると乾燥が厳しくなってくると思いますので、そういう時にこれ使ってみるといいかもって思うようなアイテムをご紹介します。ぜひね、最後まで見ていただいて少しでも役に立った方は高評価もよろしくお願いします。あと皆さんに謝らないといけないことがあります。何かっていうと、僕ね、動画を出す時に前の週にコミュニティで質問するんですよ。で、皆さんに、3つぐらい選択肢を用意して、どの動画がいいですかっていうのを選んでもらって、でその獲得票数が多いものを動画にするみたいな方針をしてるんですが、今回はちょっと8月のやつやらせてください。なんでかっていうと、この8月の購入品って8月末かあるいは9月の最初にしかできないじゃん。なのでこの機を逃してしまうともう来年の話になっちゃうから、だから今週だけちょっと僕のわがままに付き合ってください。ただ今回紹介するものも非常にいいものですので、はい、よろしくお願いします。1つ目、ケアセラ泡の高保湿ボディウォッシュ。これは 450ml で700円くらいです。Amazon の値段になります。一応ね、 Amazon のリンクはコメント欄に用意してますね。で、これに関しては本当にね、めっちゃいいんすよ。で、何がいいかっていうと、正直ね、肌に対して非常にいい、つまり優しいっていうことなんですよね。で、実際出した感じも滑らかな泡で、で泡で出てくるタイプになってポンプタイプなので、非常に使いやすいっていうところ。そしてこれを一言で言うと、乾燥肌や敏感肌にガチ押しボディーソープ。皆さん知ってますか？一般的なボディーソープって実は石鹸系がベースになってるんですよ。もちろん全部が全部そうじゃないんですが、大体安価なもの、市販されてるものを選ぶとすると、まあ石鹸系のベースであることが多いっていう話なんですよね。で、この石鹸系のベースのものは非常にスッキリします。だから洗った感じがしっかりある、もう洗った後キュッキュッってなるぐらいさ、しっかりと洗浄できる。ただしこれしっかりと洗浄できるっていうことは、一方で洗浄力が高すぎるとも取れるんですよ。だから敏感肌の方だったりとか乾燥肌の方だったりが使っちゃうと、キュッキュしすぎて、で皮脂もなくなって肌の潤いも流れ出して、でその結果どうなるかっていうと痒くなってくるみたいなね、経験ある方いると思うんですが、まあそういうことになってきちゃうんですよ。っていう中で今回紹介するものは非常に優しいっていう話なんですよ。じゃあこれの何がいいのかっていう話なんですけれども、これベースの洗浄成分が優しいんですよ。で、ベースの洗浄成分に何が使われているかっていうと、非温界面活性剤っていうものが使われてます。この商品でいうと、ラウリン酸 PEG80 ソルビタンっていうものですね。で、この非温性の、界面活性剤、非温性とは言いませんね、非温界面活性剤っていうものは、これはですね、非常に、肌への刺激が、まあ、ほぼないって言われてるもの、悪さをすることがないんじゃないのって言われてるものなんですよね。ただし、これだけだと洗浄力が弱い、これは弱点なんですよ。なのでこれだけじゃないんですね。そのベース成分の中に補助するような役割で、いわゆるイオン界面活性剤、アミノ酸系のものが入ってます。この商品でいうと、ココイルグリシンナトリウムっていうものと、あとはココイルメチルタウリンナトリウムっていうものですね。これが補助的に入ることによって、優しい洗浄力なんだけれども、まあ、汚れは落とせますよみたいな、処方になってるっていうことなんですよね。で、ここまで聞くと、まあ非常にね、肌に優しいんだなって思うと思うんですが、それだけじゃないんですよ。どういうことかっていうと、ここから先が僕がね、一番推したいところなんですが、セラミドも配合されてる。はい、どうですか皆さん、僕の動画を見てると毎回1回は出てくるワード、それがセラミド。はい、でこのセラミド何が入ってるかっていう話なんですが、実は人型セラミド、これが5種類入ってます。はい、何が入ってるかっていうと、セラミド123、あとは62と EOS っていう5種類が入ってまして、その他にも天然型セラミドって言われるようなものも入ってます。この商品でいうと、カプロオイルフィトスフィンゴシンっていうものと、カプロオイルスフィンゴシンっていうものですね。非常に噛みそうになりましたがこういうさ、成分名で噛んじゃうと大変なんですよ。もう一回取り直しになるんで、はい、まあ取り直ししないけどね、僕噛んでも。はい、っていうものと、でさらにセラミド類似成分も入ってるんですよ。でこの成分の名前が非常に長いで、噛みます。はい、宣言しておきます、噛みますわ。はい、で何かっていうと、ジヒドロキシリグノセロイルフィトスフィンゴシンっていうものですね。はい、噛みませんでしたね。ちょっとなんか間入れてごまかした感じもしますが、はい、
まあそんな感じで入ってるんですよ。つまりこれも人型セラミドめっちゃ入ってんじゃんっていう話で、セラミドも入ってるし、もうセラミドだけでくくると非常に多くのものが入ってる、うん、だからこそこれはですね、肌に必要なセラミドを補給しながら、でなおかつ残しながら洗うことができるっていうことなんですね。だから乾燥しにくいし、敏感肌の方にもおすすめっていう話なんですよ。はい。ただね、まあぶっちゃけその洗浄成分にセラミドが入ってて、それがどんだけ肌に補給されるかって言われるとほぼ期待はできないと思うんですが、とはいえそもそもね、あの洗い流すものっていうものは、潤いの成分っていうものも一緒に取っちゃう傾向にありますので、まあ、少しでも補給しながらって優しい、界面活性剤が使ってやるっていうことで、それによって、まあセラミドを残しながら洗えますよっていうものになってると、まあそういうことですね、うん、でここまで聞くと非常にいいものじゃんと、うん、じゃあもうそれに変えようって思った方もいると思うんですが、もちろんデメリットもあるんですね。でデメリット何かっていうとですね、これいわゆるスッキリ感はナイス、つまり、洗った後にスッキリした感じがいいんです。それこそキュッキュッってなるような感じがたまんないんだよねっていう方にはおすすめできません、ぶっちゃけ。はい。なんかどっちかっていうとね、もちもちした印象になりますので、すんごい悪い言い方すると、いくら流してもなんか流し足りないのかなって思うような質感で終わるんですよ。まあ乾燥肌の方だったり敏感肌の方はそっちの方が良かったりするんですが、特に今までスッキリするものを使ってる方が使うとちょっと違和感を感じるかもしれないっていうところですね。とはいえ肌に残りやすいわけではないので全然流れるんですけど、ただ仕上がりの質感がもちもちな感じになりますので、まあ、そこはデメリットかなっていう感じがします。であとは泡で出てくるっていう話を最初にしたと思うんですが、泡で出てくるものって、まあ、掃除で減りが早いです、はい、結構すぐなくなるんですよ。だから5、6プッシュぐらいさ使うと思うんですが、割と減りが早い、1ヶ月持つか持たないかなぐらいの感じなので、なので家族とかで使ってるともしかしたら減りが早い可能性がありますので、そこもデメリット、うん、とはいえですね、値段的にも安いんですよ。安いし、まあ、これから秋冬になって、夏とか全然体乾燥しないんだけれども、秋冬になると本当に痒くなっちゃうという方もいると思うんですよね。で、そういう方には非常におすすめですので、ぜひね、試してみてください。二つ目、全く関係ないんですが、僕ね、髪切りました。まあ気づかない人の方が少ないと思いますが、切ったんですけど、ちょっと切りすぎたなと思いながら、はい。でもね、ショート動画の方で先にね、こういう形で、髪の毛出したんですけれども、意外と皆さんね、お、短くなっていいじゃんみたいな、そういう好意的なコメントが見受けられましたので、まあこれはこれでいいのかなと。うん。ただまあ自分的にはもうちょっと長い方がいいなとは思うんですが、まあでも乾くのが早いからいいなっていうところで、はい。全く関係ない話してすいません。セラミエイド、薬用スキンミルク。これは 250ml で1300円くらいです。で、これも Amazon の値段になります。で、こちらは医薬部外品になりまして、有効成分が配合されているものになりますね。で、ぶっちゃけね、これ使ってみて、めっちゃいいと思ったんですよ。非常にいいというか感動するレベルだったので、これ本当に皆さんに情報共有させてください。で、これは一言で言うと、脂性肌以外の全人類におすすめ。これはいいぞ、マジで。うん、正直僕ね、乳液系ってそんなに好きじゃない。なんでかっていうと、まあ皮脂が多いタイプではあるので、やっぱベタベタになるんですよ。だから乳液系は もちろんね、使うものは使うんだけれども、レビューする時も使ってはみるんですが、とはいえ継続して使ういわゆる乳液っていうものは意外と持ってないんですよ、僕って。うん、なんだけれども、これね、ベタベタすんのかなと思ったら、意外や意外、ベタベタ感がなかった。うん、もちろん、その保湿感がないっていう意味じゃないんですけれども、嫌なこう、ベタベタ感がなかったんですよね。で、しかも、成分が素晴らしい。うん。で、これ何かっていうと、まず有効成分ですよね。医薬部外品なので、有効成分が配合されてるんですが、これがグリチルレチン酸ステアリル。うん。これなんか聞いたことあると思うんですよ。グリチルリチン酸ジガリウム。これ聞いたことありますよね。これと仲間です。はい。つまり同じような働きをするんですね。抗炎症効果があって、肌荒れ防止の有効成分になってます。これが入ってる。まずこれが1点として素晴らしい点と、あとはですね、この成分の中に人型セラミドも配合されてると。うん。これがすごいんですよ。何がすごいかっていうと、医薬部外品で人型セラミドが配合されてるものって本当に少ないんですね。うん。なんで少ないかっていうと、医薬部外品って皆さんが思ってるよりも承認されるのが非常に難しい。いろんな規制があるんですよ。それこそ配合の、量の規制だったり、あとはそもそもその成分を作るために、抽出するための原料ってあるじゃん。それの規制だったりとか、そういう様々な規制があるっていう観点から、なかなかこう人型セラミドが配合してある医薬部外品を見ることがない。うん、少なくとも僕はこれ以外には知らないんですよ。うん、まあ僕が知らないだけかもしれませんが、ただし、全体的に見ても、
まあ、明らかに少ないことは確かだと思います。疑似セラミドが配合されてるとかあるんだけれどもね、うん、でこの人型セラミド何が配合されてるかっていうと、ここでもまた成分の名前、噛むか噛まないかどっち、いくよ。 N ステアロイルフィトスフィンゴシンです。噛まない。はい、噛みませんでしたね。怪しいところはあったけどね、うん。で、それが配合されてるっていうところで非常にいい。あとベース成分の構成もね、割とそのミルク、だから乳液っていうものの観点から言うと比較的さっぱり系、だから BG13 ブチレングリコールっていうものが使われてたりとかして非常にねいいんですよ、うん。で、まあ見た感じも良かったから買ったんだけれども、実際使ってみたら使用感がいいのよ、うん。どういうものかっていうと、ベタベタしないっていうところはさっき言ったと思うんですが、ほんとスーッと伸びて、いわゆる広範囲に塗りやすいものなんですよね。だから体とかにも塗りやすいし、実際体に使えるものになりますので、これね、秋冬めちゃめちゃいいですよ。特に乾燥する方とか敏感肌とか、まあ冬だけ乾燥する方とかいるじゃん。でもちろん全部じゃなくって手だけ乾燥する、足だけ乾燥するいると思うんですけれども、そういう方に非常におすすめ。今ちょっと足を上げようとしたらさ、これあんま言わない方がいいかもしれないけど、下僕ね、トランクス1枚なんですよ。トランクス派なんですよ。ボクサーパンツじゃなくて、いや、そこじゃないんですけどね。はい。リモートとかでさ、よく言うじゃん。なんかこうやってリモートでさ、やってて、下は履いてませんみたいな方多いっていう、そういう話もあったりしたじゃん。まさにそのタイプで、僕ね、こうやって、上半身だけで話すときは、下履かないんですよ。トランクスを履いてます。はい。っていう、まあ、言わなくてよかったな、こんなこと。そもそも映ってないかもしんないのに。もうなんか、すんごいプライベートをさらけ出したみたいな感じで、恥ずかしい。まあ、それは置いといて。なので、すごいいいと思います。3つ目、ビタミン C、武田！これは100錠で1300円くらいです。で、これはね、サイズ別に値段もありまして、一応ね、300錠っていうやつもあります。これが2500円くらい。僕はだいたい300錠で買ってますね。うん。で、これに関してはもう言わずもがな、ビタミン C を補給するサプリではなくて医薬品ですね。はい。で、一言で言うと、ビタミン C って言ったら、これっしょ！僕ね、サプリって、あんま飲まないんですよ。なんでかっていうと、サプリって一応食品扱いだからさ、そんなに効果があるよねっていう風に認められてるものではないから。うん。だからあんまり取らないんですが、とはいえですね、医薬品だと、まあある程度こう作用基準とかもちゃんと分かってるものになりますので、効果あるだろうなと思って取るんですよ。うん。で、これ医薬品だからさ、ちゃんと効果効能もあります。で、その効果効能何かっていうと、肉体疲労時や、妊娠、授乳期、あとは老年期のビタミン C 補給っていうのが1点と、次が多分おそらく皆さん、食いつくところだと思うんですが、シミ、そばかす、日焼けによる色素沈着の緩和。これも効果効能として認められてるんですよ。まあ実際僕自身もずっと飲んでるんですが、まあシミが薄くなるっていう感覚はそこまでないです。ないんかいっていう話なんだけれども、逆に言うと新しいシミができるかって言われると、まあできにくいかなと思う。飲んでない頃に比べるとね。うん。っていうことなので、まあそういう意味では効果はあるのかなと。まあ僕の実感的にはね。ただ、まあ、実感以上に、そもそものね、医薬品としての効果効能として認められてるっていうことは、その効果効能はあるはずなので、まあ、そういうのが気になる方は飲んでもいいと思うんですよ。で、僕、実は、ハイチオール C プラス2っていうものがあるんですが、それに一時期浮気してたんですよ。割と最近まで。はい。浮気してて、ただね、いろいろ考えた結果、やっぱ武田のビタミン C かなと思ったんですよ。っていうのも、ビタミン C の量っていうのが武田の方が多いんですよね。はい。武田って一応1日15歳以上だとマックスで6錠飲めるんですけど、6錠飲むと 2000mg、つまり、1錠あたり 333mg ぐらい、補給できる。で、一方で、ハイチオール C プラス2の方は、6錠で 500mg なんですよ。もちろん他にね、L システインとか、いろんなものが入ってるので、そっちの効果もあると思うんですけれども、ビタミン C 単体で見た時には、まあ少ないんですよね。はい。つまり、1錠あたり 83mg。うん。武田のビタミン C が1錠あたり333、ハイチオール C プラス2が、83mg ということで、うん、ビタミン C だけ取るんであれば武田の方がいいかなと。まあそういう発想に戻りまして。で、あとは添加物が少ないっていうのもあるので、まあ、そういった安全面からも考えて僕はビタミン C 武田に戻したんです。8月に。だから8月に購入したものでご紹介してるんですが。はい。で、やっぱりね、そのビタミン C 自体って水溶性のものなので、こまめに飲んだ方がいいんですよ。要するに1日に例えば6錠、武田だったら6錠、それを一気に飲むんじゃなくって、できれば朝昼晩とかさ、分けて飲んだ方がいいわけ。僕の場合は、だいたい1時間は言い過ぎだな、3時間おきに1錠ずつぐらい飲んでるので、で、トータル1日で6錠飲もうと思ってやってるんですけれども、忘れることもあるけどね、うん、みたいな感じでやってるんですけれども、
なので、そういうふうに考えたときに1錠あたり 333mg 取れた方が、まあ、僕の、飲むそういうこうなんていうのかな時間の割合的にはこっちの方が適してるなと思いましたので、そっちを飲んでるという次第でございます。はい、まあ、安いし、安いっていうのは、まあ、安くはないかな。ビタミン C だけではサプリとか飲んでる方からすると高いと思うんだけれども、でもまあ300錠とか買うとしばらくなくならないからね、ぶっちゃけあとは薬局とかにもありますので、まあ、安い時を狙って試してみるっていうのもいいかなと思います。はい、というわけでですね、今回は8月に購入した個人的におすすめな美容品3選ということで最後の方で噛み倒してんじゃん。成分は噛んでないのに、まあ噛んでないというかちょっとごまかした感じもあったけど、はい、ということでご紹介させていただきました。いかがでしたか。はい、まあね、特に秋冬ね使ってほしいものが多かったと思うんですが、まあ、このビタミン C 武田に関してはもう、うん、オールシーズン365日使えるというか飲んだ方がいいかなと僕は思ってる。だから僕自身飲んでるものになりますので、まあ、皆さんもね少しでも興味があったら探してみてください。はい、というわけで今回もありがとうございました。そんじゃまたな。